はい、皆さんこんばんは。今日は、3月の、6日の、水曜日、ボギーチャンネル、今日も非常に安入な画面でお送りしておりますボギーチャンネルでございます。私主催の、ボギーテトコンでございます。音の方は大丈夫ですかね。なんか非常にちょっといい雰囲気で映っているんですけど、はい、シンマンさん、親父戦隊ダジャレンジャーさん、イキさん、ドラムカンさん、ピョンタさん、はい、それから太田さん、どうもいつもニラちゃんありがとうございます。しげるちゃんからもニラ、はい、それから愛国秀さんにイキさん、それから藤田モンドさんからニラ束でございます。ゆきんさん、こんばんは、お茶いただきます。クジラさん、こんばんは、ここでございます。さあ今日もいろんなお話、なんでやねん、しげるちゃんさんから、徳のニラ茶、白上さん、勝美さん、サンゴハートさん、こんばんは、今日はサンゴハートさんは、はい、ろくでもないもんを見てきたようでございますね。はい、森さんからもニラ束いただきました。今日はちょっとね、準備で時間がかかりまして、はい、今日のテーマはですね、一粒で二度おいしい、一粒で二度おいしいというテーマでお話をさせていただきたいと思います。さて、その前に、はい、あ、なんだよなさん、どうもこんばんは、くんでございます。はい、白上さんからもニラ束ですね。ふみみさんとしげしげさんから徳のニラ茶いただきました、ありがとうございます。カータンさんからも来ております。はい、最高トンさんからも、ニラ茶もう読み上げるのが大変でございます。本当に皆さんいつも応援本当に嬉しいですね。まあ、先日、ツイッターのフォロワーが4万人を超えたということで、ますますね、ちょっと真面目に情報を流さないといけないということで、まあ、私の本来の姿っていうのは、大きなお財布っていう感じなんですけど、はい、まあ、結構、今回もツイッターでネタが受けているようでございまして、後でちょっと紹介をさせていただきたいと思いますが、まずその前に、今日はですね、このお話を先に、させていただこうかなと思っております。はい、いつも、はい、当ね、キャスの方で応援していただいております、セイラさんが今日誕生日ということでございまして、はい、セイラさんお誕生日誠に、おめでとうございます。いや本当にね、お祝いにニラと島らっきょうのスムージーでも、ね、ごちそうしてあげたいなと思うんですが、ちょっと離れていますんで、沖縄に来た時に、私とサンゴハートさんで思いっきりニラと島らっきょうと、はい、コーラのスムージー作ってですね、飲ましてみようかと思っております。でもこうしてね、うちのね、仲間たちの誕生日をみんなでお祝いするっていうのは、別にプレゼントなくてもなんかすごい嬉しい気持ちになると思いますんで、どんどんね、分かり次第また皆さんのフリップも作ってこうしてね、ご紹介を差し上げていきたいと、思っております。あ、江戸前、はい、あさり小僧さんからもクラッカーいただきました、ありがとうございます。さて、今日のね、一粒で二度おいしいという意味のわからない話、まあその前にね、これ、はい、すごい結構反響出ていますよね、この方が。私が載っけました例の韓国オモニ会の動画なんですけど、これすごいね、再生回数7万2000回再生されておりまして、リツイートもいいねの数もすごい伸びております。しかしこんなことがね、沖縄で許されてるっていうこと自体が私はおかしいというふうに思ってますし、まあ、正直言って入管と警察はもっともっとやっぱり頑張ってほしいなというふうにね、思っております。そして、まあ、美味しいお話といえばやっぱりこれですよ。これ今日私のお昼ご飯ね、お昼ご飯なんですけど、まあ、カータンさんとかね、中佐とかはもうご存知だと思いますけど、
那市、豊見城村、空港から車でだいたい15分ぐらいのところにあります豊見城食堂。はい、豊見城食堂に私今日行ってまいりました。はい、そして何を食べたかと言いますと、ワンコインでこれでございます。皆さんこれですよ、これ。いやー、これね、豊見城食堂の骨汁、まあこのお店の売りなんですけど、500円ということでね、どんなもんだろうと皆さん思ってると思いますけど、いや、どんなもんだろうどころかね、とんでもないのが実は出てくるんですよ。もうレタス1個丸ごと入ってるんじゃないかっていうぐらいもりもりに盛られたレタス、そしてでっかい器になみなみと継がれた骨汁。いやー、これにね、あとご飯と、まあ、付け合わせがついて、このお椀と同じぐらいの殻のお椀が出てきます。つまりあの骨から、ね、肉をしゃぶり尽くしたらその骨を、そこに移すんですけど、もうね、はっきり言って食べられない。そうなんです、カーターさん、あのご飯よりね、沖縄そばをね、あのそれにこの骨汁の汁をかけて食べればまさに美味しいんじゃないかと私思っているぐらいなんですけど、今度ちょっとね提案してみようかなと実際思っております。50円アップでもいいので、あのそばにしてくれっていうことでね。はい、いやー中さん、それはそれは山盛りの骨の山なのでありますと、軽装では遭難の恐れがある骨汁の山ということでございまして、あ、塩サバさんのところは学校の給食だったんですね。はい、セイラさん、あのお誕生日誠におめでとうございます。はい、もうご本人見えられてますので、さっきのフリップを再度、お見せしたいと思います。トン、はい、改めましてセイラさん、お誕生日誠におめでとうございます。今日来てる皆さんでお祝いをしたいと思います。はい、本当にね、いえ、とんでもありません。何のお構いもできないので、あの島渡りした際に私とサンゴハートさんで、あのグアバコーラならぬ、ニラとね島らっきょうのスムージーを作ってコーラ割りをしてセイラさんに飲まそうというふうに考えておりますので、あのすごい勢力つくと思いますよ。はい、ということで、今日はあの初っ端から骨汁の、話題でございました。はい、骨汁でございますよ。ぜひ皆さん、あの沖縄に来た時にはあの、ね、バカ高い沖縄料理のお店行くのもいいんですけど、あのこういうね地元の方々が行く、骨汁のお店っていうのもなかなか来てますんで、それとにかくこのスープがうまい、骨の出汁がもうジュジュジュと出ておりまして、肉もいっぱいついてますし、骨は大きいし、出汁汁はうまいし、ね、野菜はてんてこ盛りだし、私完食できませんでした。はい、完食できませんでした。もう4分の1ぐらい残してしまいました。はい、こっちはでもいいですか、皆さんぜひ行ってください。さて、今日の最初の話題、ちょっと面白い話題なんですけどね。はい、これ昨日の沖縄タイムズさんから拾ってきた話題なんですけど、新聞に結構でっかく載っております。はい、新潟大名誉教授、辺野古地質調査、活断層の可能性高い、国はデータ示し説明をということで、ね、わざわざ新潟の方から沖縄まで来ていただきまして、辺野古にね、あの調査に入っていただいております。誰の依頼で調査に入っておられるんですかね。そして活断層の可能性が高いということで、ね、なんか知らないんですけど、活断層の話になるといつも辺野古、そうですね、マヨネーズ地層の次は活断層なんですけど、もうこうなると言いがかりとしか思えないんですけど、はい、活断層の可能性高いなんて言ってるんですけど、前にですよ、はい、これタイムズさん2016年には9秒丸分かりということで、沖縄に活断層89箇所、
マグニチュード7級アリエル、学者が指摘。はい、活断層とは過去繰り返し活動し将来も活動が予測されている、縦や横にずれることで地震を引き起こすということでございまして、これが沖縄に89箇所あると言っておりますが、自分たちでねこういう図を乗っけているんですよ。はい、県内の活断層の分布図ということで載っているんですけど、不思議なことに辺野古、はい、皆さん辺野古の場所はもう大体お分かりだと思いますけど、あの与田さんがあのお住まいになっている東村には活断層3つ走ってますけど、辺野古には活断層見つかっておりません。それなのに、はい、それなのに活断層の恐れがあるから国はねデータを発表しろという意味不明、難解な言いがかりをつけてるこの先生方、本当に不思議なんですけど、まあ、それをね大喜びで載せる新聞社。ところが、南の方に行きますと那覇市にも活断層が実はあるんです。はい、那覇市、糸満市、八重瀬町。もしねこんなこと書いて煽ってる新聞社の社屋の下に活断層があったら、新聞社は沖縄から撤去するんですかね。はい、撤去。いやー本当にね、自分たちで書いた記事で辺野古の活断層はないことになっているのに、なんか最近になって急に活断層があるんじゃないか、国は発表しろと、まさに悪魔の証明を求める沖縄の新聞。そして自分たちの社屋の下に活断層があったらどうするんですかねこの人たち。いやー本当にこうなるとね、カルガモさん、日本中に活断層あると言っておりますけど、もうね辺野古の工事を止めるためのもう完全な言いがかりとしか私は思っておりません。はい、さて今日の一粒で二度おいしいお話は、あの何も骨汁の話ではございません。これはまあ沖縄フリークの方ならわかると思いますけど、読谷村、まあ、読谷村にあります鳥居ステーションの、入り口のゲートですね。まあ、ここはあのこのように赤い鳥居が2つ交差するように立っておりまして、まあ、そのせいで鳥居ステーションと呼ばれております。まあ、分からない方が見るとなんか神社かなと思って入っていこうする人もいるらしいんですけど、はい、私たちはもう基地だと分かってるんで入りません。それにここはグリーンベレーがはい、グリーンベレーが駐屯しているところでございまして、沖さよの皆さんもここではなかなか抗議活動をしない。まあ、地図で言いますと、まあ、このような感じになるんですけど、鳥居ステーションと書いてるところですね、米陸軍基地、何にも書かれていない空白のところが鳥居ステーションということで、結構ね読谷村の、まあ、いいところを占めております。そして海岸線も、はい、あるんですよね。まあ、海にはまた鳥居ビーチというのがあります。結構綺麗なビーチで、私も2度ぐらいは行ったことあります。2度行ってピザ食ってましたけどね。さあこれじゃちょっと分かりにくいので、航空写真にしてみます。トン、はい、これを見ますともう一目瞭然で、まあ、鳥居ステーションというねこの基地を囲むかのように、まあ、住宅街が、まあ、結構密集しているのが分かると思います。はい、これちょうど左側のねこの海沿いに、広大な土地が見えますが、これが鳥居ステーションなんですけど、ね、私今日これを見てちょっとハッと思ったことがあるんで、皆さんとねちょっと勉強しながら行ってみたいと思います。その鳥居ステーションの拡大図、もう本当にこの Google マップっていうのは本当に便利です。そうですね、ラプテンさん、自然の海岸線が続いておりまして、すごい綺麗なビーチなんですよ。はい、そして皆さんこれ何が見えます？確かに中心から右寄りに、軍事基地と思われる建物がありますけど、よく皆さん見たらわかると思いますけど、これ実は畑なんですよね。畑、
畑なんです。はい、拡大します。こんな感じ。これちょっと斜めから撮ったところでございまして、このような感じで基地の中に畑ばっかり。正直言ってこの基地の中の施設より畑の方が多いんじゃないかと思うぐらい畑だらけなんですけど、私もね、ちょっと航空写真見てびっくりしました。はい。で、もっともっと近づいてみます。いや、これどう見ても皆さん畑ですよね。畑。もしかしてグリーンベレーが、グリーンベレーのね、兵士たちが畑をやっているのかと。いやー、見事に耕された畑でございませんか。この畑、基地内なんです。これ、基地の中です。基地の中にこのように広大な畑が広がっているということで、今ね、ラプテンさん、カータンさん書いてますけど、これ実は黙認耕作地というところなんですよね。はい、この黙認耕作地、何かと言いますと、米軍基地内にある、はい、米軍基地内にありながら、なんと米軍の許可を得て、耕作が許されている土地のことということでございまして、まあ、この鳥居ステーション、まあ、空から見ると、まあ、敷地の約6割から7割が畑というような感じに見えます。はい、敷地の大体6割から7割が畑。施設はね、3割から4割。はい、しかしこれ全部基地の中なんですよね。はい。で、これ米軍基地の中ですから、当然米軍の許可がないとできないんです。このね、期限というのはなんと1959年。沖縄がまだ祖国復帰するずっと前に、高等弁務官府令20号ということで、軍用地の一時使用許可として、正式に米軍が認可し、現在に、まあ、至っているということで、まあ、1959年、まあ、当時の米軍がですね、その基地内、はい、基地内で、まあ、米軍がその基地として使っていない空き地などを、畑にすることをね、まあ、認めた譜令を出したわけなんですよね。それがずっと今の、はい、2019年までそのまま続いているということで、結構歴史のあるお話でございます。さて、この黙認耕作地、はい、これはあくまでも米軍の善意なんですよ。これは耕作することは権利ではございません。あくまでも米軍の、これは善意によって認められているものでありまして、ここに施設をね、建設するとか、そういったところが出てきたときには、申し訳ないが、何月何日までにどいてくれというふうにね、通告される場合も、ございます。実際にそういったこと今まであるんですよね。はい。しかしそのね、通告されて、その畑から立ち退きを食らった時には、その際の農業保障というのは一切ございません。なぜなら、この土地はあくまでも米軍の善意によって、耕作が認められているものであり、権利として認められていないんですよね。はい。ですから、米軍がもうどいてくれと言えばもうどかざるを得ない。これ法的にも何の権利もないということになっております。以前はこれで裁判になりそうになった時もあったんですけどね。しかし、この黙認耕作地、基地の中にありますんで、地代、借地料と言います。はい、地代、借地料。これは当然基地の敷地として、フェンスに囲われているもんですから、これ日本国の防衛省が一括して借り上げてですね、土地の所有者、はい、登記簿等法に載ってる土地の所有者に規定の額、はい、まあキャンプ、ハンセンだったら1平米いくらと、キャンプシュワブだったら1平米いくらと、基地によって値段が違います。嘉手納基地とか那覇基地はかなり高いですが、返還が決まったところは急激に安くなったりします。まあ、そのように、まあ、払っておりまして、
このね、年間の借地料の総額が約900億円、900億円沖縄県にね、支払われてる、それも現金で支払われてるっていうのはすごい大きなことだと思うんですよね。で、先ほどお話出ていましたけど、この畑をやっている耕作者、これ耕作をしてる人たち、普通はね、土地の主だよと思うんですけど、はい、普通は土地のね、所有者がやってると思ってるんですけど、必ずしもそうじゃない場合もあるんです。全くね、赤の他人の土地をね、好き勝手に耕して耕作してる方もおりまして、はい、そこからね、生産される農産物の利益は、ね、この耕作をしている方のものになります。これについて米軍の方はね、立ち入ったりロイヤリティを払えということは全くございません。あ、ミントさん、今日の雨すごかったですね。はい、本当に洗車機の中でした。はい、勝美さん、勝手にやってる人も中にはおります。いや、信じられないですよね。まあ、沖縄らしいといえば沖縄らしいですけどね。はい、で、この勝手にやってる人たちの言い分、こういうのがあります。地主は賃借料をもらっているから文句を言いに来ないし、誰が地主かわからないさと。もうね、まあ、沖縄の方言で定芸と言いますけど、定芸、いやー、本当にね、地主ももう軍用地代をもらってるもんだから、もうあとはどうでもいいと思っててね、かといって自分が畑やるわけではないので、勝手にさせておけっていうことで黙認しちゃってる。まあ、それをいいことに、全くね、赤の他人がその土地を耕してることも実はあるんですけど、誰か地主がわからんと、それに地主は文句言いに来ないからっていうことで、本当にもう意味不明な。そう、塩沢さん、やったもんが勝ち。いや、本当にやったもんが勝ちですね。私も余ってる土地借りてやってみようかなと思います。まあ、これ1950年代のね、不令が布告された頃っていうのは、今みたいにガチガチにフェンスが張られてるわけでもなく、まあ、普通にね、徒歩で入るところが多かったんです。まあ、最近になって沖縄の反基地運動が激化してからは、まあ、米軍の方はフェンスでね、きちんと囲うようになりましたし、たくさんあったゲートも塞ぐようになっています。当然ながら、このね、基地内の黙認耕作地に立ち入る際には、誰でも入れません。米軍はこの黙認耕作者、はい、耕作をしている方々に対し入域パスを発行しています。入域パスですね。はい、まあ、ほとんどが地元のおじいとかおばあなんですけど、ですからやっぱり身元調査もちゃんとやりますし、当然プロテスタ、あっち系の人たちをね、簡単に入れることはありません。まあ、聞いた話なんですけど、この入域パスで中に入ってピザ買って帰る時もあるということでございまして、そうですね、サンゴアートさん、ちょうど911からすごい厳しくなりました。フレンドシップパスもなくなりましたからね。はい、ですからこのパスをやっぱ発行するときにはちゃんと身元調査もして発行されており、まあ、おじいの中には、畑仕事の帰りにフードコートに行ってね、ピザとかバーガー買って帰るじいさんもいるということでございまして、いや、本当に沖縄らしいおおらかな感じだなっていうふうにね、私は思っております。さて、この鳥居ステーションの入域ゲートはこれです。さっきの、鳥居が2つあるゲートではなくて、もっと南側のすぐ畑の近くにこのように入域ゲートが設けられておりまして、まあ、ここで見ていますと、地元のじいさんばあさんみたいなね、本当に地元の人たちが軽トラックでね、入っていくのをそっちゅう見かけます。はい、すごいかっこいいですよ。じいさんばあさんが軽トラ乗ってね、ゲートでパス出してさっと
中に入っていく。いやー素晴らしいですね。帰りにアンソニーのピザとか持ってたらもっとかっこいいなと。そうなんです、セイラさん、これもね、いわゆる地元、はい、地元対策の意味もねあると私は思っております。いやー本当にこういった感じでね、あの米軍基地と地元の人たちっていうのは本当に仲良くやってるのに、まあガチャガチャワーワー会うってやってるのはみんなよそ者。はい、地元の人たちはみんな仲良くやってますね。あの騒いでるのはもうみんなみそ、あのよそ者ばっかりというのが、まあ、現実でございます。まあ中には地元の人でもちょっと変わった人はいますけどね。まあこういう感じで、まあ米軍基地と地元の方々はうまくお付き合いをしているということでございます。そして次のニュース、沖縄サンゴハートさんがね、以前からずっとずっと訴え続けていたことがとうとう政府に届きまして、なんと、はい、改正法案を閣議決定になりました。はい、これはもうね、以前からサンゴハートさんが、沖縄の、ね、新聞社、本土の新聞社がこの基地の上空を、まあ、ドローンを飛ばしていることを、ね、チェックして、まあ、しかるべきところに報告を上げたり、当事者にね、こんなところは飛ばしたらダメだろうということでね、声掛けをしたり、そして、まあ、その結果、まあ、逆襲されたっていうのもあるんですけど、はい、政府は5日、小型無人機ドローンの飛行禁止区域に自衛隊や在日米軍施設上空を追加したドローン規制法の改正案を閣議決定。はい、ドローンを使ったテロへの対応を想定しているが、報道機関の取材活動が大きく制限されるなどして日本新聞協会や民放連が反対や懸念を示している。県内でも米軍基地などの取材で制約を受ける可能性があると。いや何を言ってるんですか。じゃあ新聞社のね、役員室にドローン飛ばしていいかっていうことになるんですよ。はい、山本国家公安委員長会見で、報道機関の取材活動を制限するという意図は全くないと言っております。はい、まあでもあっち系の人たちは何かと文句を言ってね、はい、何かと文句言っておりまして、まあこれからも難癖つけてどうのこうのというふうにね、文句言うんじゃないかというふうに思います。でもね、本当にこれのおかげで、はい、あのサンゴハートさんなどがね訴え続けたおかげで、とうとう法律が変わったっていうのは本当にこれは大きな成果だと思います。はい、サンゴさん本当にありがとうございます。でもこんなこと言うとまたサンゴさんあいつらにつつかれるんじゃないかというふうにちょっと心配をしておりますが、今後はねやりたい放題がもうできなくなった、つまりこういうことになります。はい、飛行禁止の対象となる防衛施設とその周囲300メートルが規制範囲。はい、その周囲300メートルが規制範囲ということは、キャンプシュワブであれば、前の浜のフェンス、それから300メートルはもうドローンを飛ばせないということになっているんですよね。はい、今まではこのフェンスのところから基地の中に向けて飛ばしてたりしたんですけど、今後はもうこのフェンスの手前300メートルまでしか近づけないということになっておりまして、はい、まあ、そして飛行には原則として指令などの施設管理者の同意が必要と。もう当然ね、当然同意するはずはございません。で、勝手に飛ばした場合、はい、これは1年以下の懲役または50万以下の罰金を規定ということで、もしこれですよ、あのフェンスから300メートルの地点をね、自分たちで、これが目印だってやってて、それから内側に入るドローンと操縦者をね撮影とかして告発すれば50万以下の罰金がね、はい、1年以下の懲役と50万以下の罰金をね食らわすことができるということになりました。やっぱりね、この、辺野古の第二バス停の裏にしろ、このドローンの件にしろ、やっぱり現場にいる人たちがコツ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 とやはりその現状を訴え続けるっていうことは必ずこうして結果が出てくるわけなんですよね。
まあ、本当にサンゴハートさんを貶めた某タイムスの記者さんなんかは今回の閣議決定で歯ぎしりをしてるんじゃないかと思うんですけど、はい、本当にサンゴさんご苦労様でございました。でもこれからまた300メートル以内に飛ばしてるのを見つけたら、ね、操縦者とその飛んでるやつの証拠を取って告発をするという、また、はい、楽しみが増えたんじゃないですかね。はい、まあぜひ皆さんもしっかりと法律違反を見つけて、あのバチバチ通報を、ね、していきたいと思っております。そして辺野古といえば米軍、なんとね、辺野古のキャンプシュワブの、あの海兵隊員たちがなんと今度ね、この辺野古の、はい、辺野古のね海岸線をボランティアで清掃しました。まあ、この先には例の違法テントがあります。違法テントの連中がね掃除してるのなんか見たことないんですけど、このようにね海兵隊の方々は地元に恩返しをするということで、こうして、海岸線をね、あのやつら左翼がいるのにもかかわらずこうして一生懸命清掃して回っております。あの彼らもね清掃時々します、反対派も。ところが彼らのねあの清掃っていうのはすごいんですよ。レジ袋一つ持って、そのレジ袋がいっぱいになったら終わりなんです。レジ袋がいっぱいになったら終わり、いつもそうですね。それで清掃したと言っているんですよね。ところがこのね米軍のねあの海兵隊の若者たち、レジ袋どころかね、もうとんでもない量のゴミをね集めまくって海をねきれいにしていただきました。はい、そこで集められたゴミがこれでございます。いやこれすごいですね。まあタイヤから、はい、高温機のタイヤ、トラックのタイヤにもう産業廃棄物みたいなものもたくさん出ておりますが、まあ、こういったものをね、集めまして、辺野古の海をきれいにしていただいております。いやしかしね、これ辺野古の、はい、向こうに見える茂みの向こうにあいつらの違法テントが確かあるはずなんですけど、こうしてねあの海兵隊員の方々、一生懸命その基地がある地元辺野古のねあの清掃活動をこうしてやってくれている。基地の前に違法テントにね群がってるあの連中がこういう清掃したのって一度も聞いたことはございません。地元の、元辺野古社交商工業組合会長の飯田会長、私にこう言いました。あいつらは辺野古の中でコーラ1本すら買ってくれない、残していくのはゴミと糞尿だけだと言って行けどって言いました。ね、どちらがこの地元の人たちにとって友人なのか隣人なのかっていうのはこれではっきりわかると思います。まあ、このような感じで、まあ、米軍と、ね、辺野古の地元の方々の信頼関係っていうのはどん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 深まっておりますし、先ほどの黙認工作地もですね、まあ、地元のねおじいおばあたちとこの米兵の交流っていうのもこういったところからやっぱり生まれてくるんじゃないかなと。はい、軽トラに乗ったねじいさんがかっこよくピザとねあのハンバーガー買ってゲートから出てくるなんて決まってるじゃないですか。はい、いやかっこいいなと思いますよ。まあそういったことが沖縄ではずっとずっと続いてきたんであって、最近になってね外から来たような連中が大騒ぎしていますが、本当に騒いでいるのはみんなよそ者、ほとんどがよそ者であって、地元の人たちはね本当に仲良くやってるっていうことをぜひ皆さんもお見知りおきいただければと思います。ちびぬさんどうも、はい、こんばんはんこでございます。ということで、本日の、はい、ポギーチャンネル、まあ、一つの授業みたいになりましたけど、まあ、左翼の話で盛り上がるのもいいんですけど、まあ、沖縄の現状、そしてこういったね黙認工作地という、まあ、県外ではまず耳にしたことのない言葉をやっぱり学ぶことでですね、まあ、沖縄の理解を深めていただければと思っております。ということで、本日の放送これにて終了させていただきます。明日は皆さん木曜日ですよ、木曜日。はい、皆さん大好きな HK 仮面が
登場しますんでね、2部の方ですけど、また生温かく見守っていていただきたいと思います。ということで本日の放送これにて終了させていただきます。皆さん最後まで誠にありがとうございました。明日またお会いしましょう。ごきげんよう。